皆さんこんにちは。藤沢駅前準リハビリ整形科の院長の渡辺淳也です。理学療法士の川添翔太です。本日は肉離れについてお話ししたいと思います。肉離れは大きく太ももの裏の肉離れとふくらはぎの肉離れがあります。今回は太ももの肉離れを中心に説明したいと思います。よくサッカーやラグビーで肉離れする方は多いですけども、実は空手でも肉離れする人は結構います。例えば組手の蹴りだったりとか、ステップで肉離れする方は意外と多いんです。まだ小学生中学生では肉離れが少ないものの、高校生以上、特に中高年に関してはどんどん体が硬くなりますので、より肉離れをよく起こしてしまいます。大会や練習の後にふくらはぎや太ももの裏が痛くなった場合は、肉離れが怪しいかなと思ったらスポーツ整形外科に行ってみましょう。スポーツ整形外科ではレントゲンだけじゃなくて超音波検査もしくはMRI 検査で肉離れを診断します。その上で一定期間安静と、その後リハビリテーションを行って治療していきます。今回は理学療法士によって肉離れを予防するストレッチをご紹介します。リハビリテーションの進め方として、炎症症状の消失やコンディショニング、それぞれの筋肉の機能改善、動作練習などがあります。今回紹介するセルフケアはハムストリングスの肉離れの予防にもなりますし、普段のトレーニングにも使えるので、ぜひやってみてください。まず仰向けになって片足を抱えます。抱えた状態で膝を伸ばしたり曲げたり伸ばしたり繰り返しましょう。伸ばした時にもも裏に突っ張る感じが出ていれば OK です。10回から20回を繰り返していきましょう。次に行うのはヒップリフトです。仰向けの状態で膝を立てます。肩とお尻と膝が一直線になるぐらいまでお尻を上げます。この運動を繰り返していきます。使う筋肉はお尻ともも裏です。悪い例は腰が反りすぎてしまって負担がかかってしまうことです。腰痛にもつながるので気をつけていきましょう。両足で物足りない場合は足を組んで片足で持ち上げてみましょう。最後に座った状態でもも裏のストレッチをしましょう。座った状態で片膝を伸ばしていい姿勢を作りながら体を前に倒していきます。裏ももが突っ張っていたら、その状態で30秒止めましょう。悪い例は腰が曲がってしまうことです。あまり裏ももが伸びてきません。今回ご紹介したセルフケアをやった後で、調子が悪くなる、痛みが強くなる方は、一度中止してスポーツ整形科で見てもらった方がいいかなと思います。